コートニー・ラブ、コートニー・ラブ、コートニー・ラブ、1964年7月9日帯は、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身のミュージシャン、歌手、作詞家で、ハリウッド女優でもある。ホール、ホールのボーカルとギターを担当した。また、ニルバーノのカート・コバーンの妻としても有名。カートとの間に生まれた娘のフランシス・ビーンも、モデルとして活動している。 グレートフルデッド、グレートファルデッドの信奉者だったハンク・ハリソン、ハンク・ハリソンと心理学者のリンダ・キャロル、リンダ・キャロルとの間に、ラブ・ミッチェル・ハリソン、ラベ・ミッシェル・ハリソンとして生まれる。アメリカ国内を転々とし、一時オレゴン州で過ごす。幼少の頃に、ジミ・ヘンドリックスのアルバム、エレクトリック・レディランドの裏ジャケットに移した。子供の時に、 自閉症の傾向があると診断される。14歳の時に万引きで逮捕されて少年鑑別所に入れられる。16歳で釈放されて以降はストリッパーになる。アイルランド、日本、台湾、リバプールなどへも渡り、バンドのグルーピーをしたり、自らもいくつかのバンドを組んでいた。一時はフェイスのモアのボーカルも務めていたが、歌が あまり上手くないことを理由に解雇される。その後、ミネソタ州ミネアポリスにて、シュガーベイビードールというバンドに参加する。そこには、後に、ベーブス、イントイランドを結成するキャット・ブジェランドや、エナナのメンバーもいた。そして一時期は、彼女たちは同居しており、互いに気が強い者同士だったので、反発や争いが絶えなかったという。コートニーは何度も出ていきたいと考えたが、 無一文だったので、しばらくは仕方なく暮らしていたらしい。1989年、ロサンゼルスでホールを結成。1991年、二人目の夫となるカート・コバーンと知り合い、妊娠、翌年に結婚。夫のバンド、ニルバーナが世界的なヒットを飛ばして、一躍有名になるが、同時に二人の生活はマスコミの餌食となる。 娘のフランシス・ビーンコ・バーン、フラス・ビーンコ・ブイン、1992年8月18日体は健康体に生まれたが、妊娠中に彼女がドラッグを使用したと一部で報道されたために、ワシントン州は二人の養育権を疑い裁判になった。1993年初めに二人の主張が通り、フランシスは二人の手元に、ホールの活動も再開し、 1994年4月のアルバム発売に向けてレコーディングを始める。しかし、ドラッグの噂は、死中二人につきまとい、友人の説得や病院の治療も虚しく、1994年4月5日に、カートは自殺してしまう。予定通り、その一週間後に、ホールのセカンドアルバム、リブスルーディス、ライブスルーディスが発売。様々な憶測ばかりが飛び交う中、 このアルバムはプラチナディスクとなった。彼女の映画女優としての第一歩は1986年アレックス・コックス、アレックス・ COX 監督のシド・アンド・ナンシー、シド・アンド・ナンシーでの早く、1987年では同監督のストレート・トゥ・ヘルでジョー・ストラマー、ザ・ポーグス、エルビス・コステロなどのミュージシャンと共に出演している。これらの作品は 商業的には振るわず、一度は女優の夢を諦めたかに見えた。しかし、カートの死後は本格的に女優業に取り組んでいった。特に、1996年のミロス・フォーマン、ミロス・フォーマン監督、ラリー・フリント、ザ・ピープル・ VS、ラリー・フリントでは、ニューヨーク映画批評家協会賞とボストン、映画批評家協会賞の女演女優、シカゴ映画批評家協会賞の有望女優賞を受賞。 1997年のゴールデングローブ賞、主演女優賞、ドラマ部門にもノミネートされ、女優としての地位を確立する。女優業に邁進するあまり、ホールとしての活動は、停止状態に陥っていたが、1998年に3枚目のアルバム、セレブリティスキン、セレブリティスキンを発売、スマッシングパンプキンス、スマッシングパンプキンズのビリー・コーガン、 ビリー・コーガンも参加し、前作以上の期待を持たれた作品であったが、レコード会社との契約問題から、終わりには、ユニバーサル・ミュージックを相手取って、訴訟にまで発展した。ミュージシャンの著作権保護の問題と直結した。この争いはマスコミにも注目され、アルバムはグラミー賞にもノミネートされたが、結局、ホールは2002年5月正式に、活動停止を宣言した。 ニルバーナの音源やカートの肖像権を回って、残りのメンバーと訴訟を起こしたり、チャリティコンサートでストリップをしたり、その性格と言動によって、彼女は多くの人々の批判と注目を浴びる存在となっていた。女優としての仕事は順調であったが、彼女はバンドで演奏することを強く望んでいた。そうして、ホール正式解散から1年経った2003年10月、 彼女は待望のソロアルバムの発売を控えていったのだが、元彼の家に侵入して、警察沙汰、同時に薬物過剰摂取により入院沙汰、挙句の果てには、フランシスの養育権を奪われ、家を追い出され、その発売は絶望視されていた。翌2004年2月10日に、アメリカズ・スイート・ハート、アメリカズ・スイート・ハートが発売、様々な裁判沙汰を振り切って、ツアーを観光し、 7月31日には、フジロックフェスティバルにも出演した。なお、アメリカズ・スウィート・ハートの国版ジャケットは、フランシスがファンだった、矢沢愛が手掛けている。2009年12月11日、裁判所はコートニーから、娘、フランシスの親権を剥奪し、代わりに、父方の祖母にあたるウェンディーをコナーとおばの、キバリード・ドオン・コバーンを保護者とすることを決定した。 また、同月16日には、フランシス及び二人の保護者への一切の連絡を禁じた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。